だからやっぱりアグリ監督としたらこんなポジションでね、龍一選手のやっぱりこうペースを崩されたくないっていうことでもう入れたんじゃないですか。ちょっと対抗が遅いですね。あ、前回の富士でもタイヤ交換を失敗していますが6秒3周回で道上亮が見た目上のトップに立ちます。さあ本山のピットストップ左フロント左が遅れて8秒1トップ走行立川がここでピットストップタイヤ交換を終えています。立川のピットストップはどうでしょうか。あ、非常に速いタイム時計が止まりませんが6秒台後半から6秒 ね、 そうですね、いうところ、はい、3列に戻ります。